んにちは。もっとサーフィンを楽しむために上手くなるをテーマにしたジョイントパークのサーフィンインプルーブドをご覧になっていただきありがとうございます。今回はアップスンダウンを解説していきます。速い波を抜けていくときやスピードに乗って次のターンへつなげるテクニックで、より加速するアップスを身につけることでライディングの幅が広がります。そして何より滑走感を味わえるようになるので、もっとサーフィンが楽しくなるかと思います。今回の動画では加速する原理、体の使い方、フロントサイドバーンとバックサイドバーン、そして、重要な補足事項、この4つに分けて解説していきます。アップスの加速理論からより加速するための波と体の使い方を解説していきますので、最後までご覧いただくことでアップスのコツを理解して今までよりも加速するアップスンダウンに近づけるかなと思います。人によっては今までのアップスン理論が目から鱗な内容もあるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。アップスンダウンは体の使い方さえ覚えてしまえば比較的簡単にできるテクニックですし、スピードに乗ったサーフィンが楽しめるようになっていきます。ただ加速する理由、原理ですね、これを理解して波と体の使い方を調整することでさらに加速することができるようになります。そしてもっとサーフィンが楽しくなるかと思いますので、まずは、加速の原理、ここから解説させていただきます。まずですね、毎回のようにちょっと話していることではあるんですけれども、波の力ってボトムからトップへ向かって、そしてブレイクしてまたボトム方向へ向かっていく、そんな形になります。このトップへ向かう波の力、ここを使って、トップへ向かうターンとボトム方向へ向かうターン、これを繰り返すのがアップスンダウンになるんですけれども、今回はこのトップへ向かうターンとボトム方向へ向かうターン、これを分解して解説していきます。まずトップへ向かうターンの時には板を傾けてあげるとレールが、波側に食い込む形になるので、板の反発力とあとは板の側面からですね、巻き上げてくる押し上げる水の力が加わって加速してトップへ向かうことができます。そして、トップからボトム方向へ向かう時なんですけれども、ノーズを岸方向へ向けることで斜面のある波では、重力も加わるのでボトム方向へ降りていくことができます。でここまではよくある解説かなと思うんですけれども、このボトム方向へ向かう時に意識すべきことがあるかなと思います。でこれはですね、サーフボードのボトム面に水を流すっていうことなんですね。ノーズを岸方向へ向けることで、水流と板のボトム面、これが水平に近くなります。こうすることで板のボトム面を通る水の流れがノーズ方向からテール方向に抵抗が少なく流れやすくなっていきます。でこのボトム面を、トップへ向かう波の力が流れていって、さらに前足に荷重することでトップへ向かって流れる力、水の流れに対して抑えの圧力が加わるんですね。これで前へ進む力、この推進力に変わって加速することができます。でこの時に後ろ足に荷重してしまうとテールが水中に深く入ってしまうので逆に大きな抵抗を生んでしまって失速の原因になりますのでご注意ください。以前公開したターンの基礎という動画、こちらをご覧になっていただくことでより理解が深まるかなと思います。アップスの体の使い方は屈伸運動の変化版と捉えると分かりやすい気がします。トップ方向へ向かうターンでは腰を落とした状態から伸びる動き、そしてボトム方向へ向かうターンではまた腰を落としていくというような感じです。ただし屈伸運動では、体を伸ばす時に地面に対して荷重し続けますけれども、アップスでトップへ向かうターンの時には荷重ではなくて罰重になります。
ここ勘違いしてしまって波の上で屈伸運動をしてしまうと、上体だけが伸び縮みしているだけの加速することができない、アップスになってしまいます。でまたですね、上体の腕ですね、これを左右に振ってしまうような方も見かけるんですけども、この振ってしまうと上体の動きと板の動きがバラバラになってしまって、板への荷重罰重ができずに加速することができません。でここもですね、トップへ向かう時とボトム方向に向かう時で分解して解説していきます。まずですね、アップスの開始は加速しやすいトップへ向かうターンから意識する方がいいので、こちらから解説していきます。入り口としては、進行方向に視線を向けて腰を落とし、やや後ろ足に荷重した状態です。そして腰を落としたまま前足に荷重していきます。腰の位置を後ろ足から前足に移動させると重心が移動していきます。この時に後ろ側の腕を進行方向に出してあげると重心が移動しやすくなりますし、進行方向に体の正面が向くので安定します。この腰を落として荷重したまま、後ろから前に重心移動することでレールが入っていきますので、トップ方向へ向かう波の力も加わって、横方向の加速、これが始まります。で前足に重心が乗ったタイミングで上半身を伸ばしつつ前足を引きつけることで罰重されていきますので、サーフボードの反発力に加えて波の力が押し上げてくれて自然とトップへ上がっていきます。この時に進行方向に出した後ろ腕、これを漕ぐように後ろに出すことで体が進行方向に出ますので、より加速することができます。このトップに上がる時の重要なポイント、これ2点ありまして、まずは腰を落とし後ろ足から前足に重心移動をすること、そして上体を伸ばしながら前足を引きつける、この2点ですので意識してみてください。次にボトム方向へ向かうターンですが、視線をボトム方向へ向け、後ろに下げた後ろ側の腕をまた進行方向岸側に向けます。こうすることで体の正面が進行方向に向き、なおかつかかと寄りに荷重されるので波側に入っていたレールが抜けてボトム方向へ向かうターンに切り替える、きっかけを作ることができます。視線と後ろ側の腕を岸方向へ向けることで自然と板のノーズも岸方向へ向くはずですので、そのまま屈伸運動のように腰を落としていきます。この時には前足の上に腰を乗せることを意識します。これで、前足に荷重されて板のボトム全体が波の斜面に対して水平に近くなります。なおかつ荷重した圧力が加わるのでボトム方向へ加速して進んでくれます。ボトム方向へのターンのポイントは、視線と後ろ腕、これを岸方向へ向ける、そして、前足に荷重して腰を落とすこと、そしてですね、腰を落とした状態からまた上体を伸ばして、前足を引きつける動きでトップへ向かうターンへつなげていくことができますので、これで連続したアップスをすることができるようになります。バックサイドの場合でも視線や腰の動かし方は同様になりますが、ハンドムーブの意識で、アップスのやりやすさが変わってきます。トップへ向かうターンの時には視線を進行方向へ向けて前側の肩、これをですね、波側に開きます。でその時に後ろの腕も進行方向へ向けていきます。こうすることで体の正面が波のトップ方向へ開いていきますのでターンしやすくなります。この時に重心移動する腰の動きとテンポを合わせてあげることで上体の動きと下半身の動きが揃って板への荷重罰重もしやすくなります。そしてボトム方向へ向かう時にも、視線をボトム方向に移すことから始まって、後ろ側の腕を背中側に引き込む意識をすると自然と腰にひねりが加わってノーズも岸方向に向き斜面を降りていくことができます。
この時には前足に荷重した状態になりますが、またトップへ向かうターンの時に視線をトップへ移し、前側の肩、この肩を波側に開くことで後ろ足側に荷重され、ターンのきっかけを作ることができます。バックサイドは背中側に波があることで波の様子が見えづらいので苦手意識ある方多いかなと思いますが、トップへ向かうターンの時に腰を落として前側の肩を開くことで視界が広がって、なおかつかかと寄りに荷重しやすくなるので自然とレールが入ったターンをすることができるようになります。これはですね、陸上でも実感できるかと思うのでぜひ試してみてほしいなと思います。ここまで加速の原理と体の使い方を解説しましたけれども、アップスの練習で重要なことがいくつかありますので補足させてください。まずあくまでつなぎのテクニック、スタイルによってはアップスで駆け抜けること自体が楽しかったりしますけれども、基本的には波のブレイクに合わせて適切なターンを選択できるようになるとより楽しさが広がるかなと思います。切り立った波では波の上下を使って、深いボトムターンからリッピング、カービングなどのトップターンをしたり、ショルダーが切れていたらパワーゾーンをキープするためにカットバックなどをする。これらのターンにつなげるためにアップスで加速したり速い波を抜けていく、これがアップスンダウンの目的になります。サーフィンにはスピードスタンスって呼ばれるものがあります。それはですね、サーフボードの上に立つ足の位置なんですけども、より加速させたい場合には後ろ足をデッキパッチの前まで移動するとよりですね、ボードの反発を抑え込むことができて加圧もできるので、スピードを得ることができるようになります。慣れてきたら試してみていただければと思います。あと脚力に頼らないということも重要かなと思います。アップスに限らずターンを極力足の力でやろうとしない方がいいかなと思います。もちろんですね、力がなさすぎて脚力で加速する場合、あとは板の反発を利用するために脚力を使うっていうスタイル場合もあるんですけども、力任せになってしまうと上半身に力が入ってしまって下半身との連動がうまく取れなくなる恐れがありますのでご注意ください。また掘れたりしてる波、とは力のある時に脚力で弾くようなアップスをしてしまうとレールが抜けてしまったり、あとは波の力を利用できずに波のスピードですね、ブレイクのスピードについていけない場合がありますので、波の力と重力を使うこと、ここを意識していただければと思います。あとですね、ボトムターンやトップターンっていうのは実はアップスの延長だよっていうことを意識するといいかなと思います。アップスンダウンは、走るラインは横方向の動きになるんですけれども、ボトムターンやトップターンっていうのは、これが大きくなっているだけ、走るラインが大きくなっているだけなんですね。で、基本的にターンの原理って同じなので、体の使い方、これを大きく縦方向に意識することでボトムターンやトップターンに近づけることができます。こちらも以前公開したボトムターンが深く進化するという動画、こちらをご覧いただくことで理解がより深まるかなと思いますので、ぜひご覧ください。アップスンダウンの解説は以上となりますが、いかがだったでしょうか。アップスができるようになる、または精度が上がることで今まで以上に加速を感じてサーフィン楽しめるようになるはずです。参考にしていただければ幸いですが、分かりづらい点などありましたらコメントからご指摘いただければ補足させていただきます。それでは今回も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。